さあ始まりました、ギョイちゃんセカンド総集編。はい、今日は中地さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。総集編と名を追って、はい、実はセカンド終わりました。終わったんです。そうです、はい、セカンドシーズン終わりました。はい、で今まで出てきていただいたゲストさんを振り返ってちょっとお話をさせてもらいたいと思います。はい、当然中地さんがギョイちゃんファミリーの初代ですね。はい、間違いなく初代ですね。僕から始まったんですもんね。そうなんですよ。この後じゃあ続々と皆さん来られるっていう。そうなんです。いっぱいなります。マジですか。はい、人は来ませんけどね。話だけですけどね。はい。いや、あの本当ね、はい、感謝の極みです。ありがとうございます。つながったんですよ。いやね、あの某昔のお昼の番組みたいな、はい、あそうそうそう。はい、で最初あのタモリさんに行くかなと。はい、いうところまで、いや話行ったんですけど、はいはい、一旦ねセカンドをね途中で切らしてもらいました。はい、ああそうですね。ギョイちゃんの本来の趣旨がありました。はい。それを今日は後発表したいと思います。はい、いろんな方の出てきた方々のお話を少しずつ出していただきたい。裏話なんかも裏話 OK です。ね、はい、あの P なしでお願いします。わかりました。はい、はい、じゃあそういうことでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあでは、ゲストお一人目が最初はねやっぱり中地さんから始まりまして、実は中地さんという方は皆さん中地中地と呼ぶんですけど、はい、中島重則という重則ですよね。難しないですか。名前があるんですよね。漢字も漢字成績とか成功の成になるにね辞典の点ですね。大層な名前つけすぎたらあかんすよ皆さん。ほんま成績の成ね、悪いかいいか別ですね。しかもね元バスプロ、はい、これ皆さん知らんと思うんですよ。そう今ね私も知らなかったんですよ。中地さんってブラックバス釣りとかもするんですかって聞かれて、うん、そうそう。いや、人生かけてやってたっちゃうということですよね。第1回目では船長として出てもらいましたね。はいはい、大阪湾の12ヶ月で一体どんな魚が釣れるかとか海峡はどないだとか、はい、そういうのをね。さあ今ちょうど厳冬期です。はい、辛いですね今。なんか厳冬期ばっかり来る気がする。はい、乗り台ですか。そう、乗り台もなんですけど、うん、この2年ぐらいちょっと調子悪くて、おで逆に、はい、乗り台、ちっちゃいタイが釣れたんですよ。はいはい、最近、でっかいタイが釣れるんですよ。で、潮ちっちゃい時にちっちゃいタイやったんですよ。お今、大きい潮の時に大きいタイが釣れるんですよ。潮大きいとよう流れるから、刈り取った乗りが、うん、すごい流れるんですよ。はいはいはい、それで普通に、はい、前まで直利とかサビキやったのが平場で普通に釣れる。平場で、はい、でかい潮の時は小さなタイ出てこないですよ。そうなんです。だからちっちゃいの釣れるんです逆に。ああそうか、はい、大きいのが釣れる。いいことじゃないですか。いいことです。大きい潮の時はだから赤潮調子いいです。味もいいですね。味もいい。味もでも、ね、もう寒波来たら終わりそうですか。ああまだね、あの年明けてもずっと釣れてるんで、はいはい、どこ行くんですかね。味あったかいところに行くんじゃないですか。あったかいとこへ。まあ、折っても食わなくなっちゃうんでしょうね。あ、うん、でもあのアジングする人で年中いてますよ。そうですね。だから、ね、夜だったら、うん、明かり回りとかやっぱり連れてるんで、うん、ってことは帰ってくるわけですね。まあそうですね。折るけど食わへんっていうのがあるんかもしれない。なるほど。で噂に聞いたんですけど、はい、神戸といえばあのブランド味めくり味。めくり味、はい、あれめくりの範囲広がってません最近。そうなんですよ。めくり味ってあのもともとちっちゃかったんですよ。まあ、はいはいはい、20センチもあるぐらいのちっちゃい味なんやけど、うん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 、脂が乗って美味しい。そうゴールデンでね。そうだからちっちゃいけども頑張ってさばいて、はい、血合いもでも抜いて、はい、で美味しく食べたんですけど、はい、なんか知らんけどあのこの何年かでっかいのめっちゃ釣り出して、うんうん、普通に神戸港の中で35センチ釣ってるんですよ。こっちも商売なんで。おう勢いでめくり味って言っちゃってますけど、うん、こんなめくり味もいればこんなめくり味もおるし、うん、35もおるんですよ。35めくり味ね。そうそうそう昔って、うん、めくり味って炙ったらすごい油出てきて美味しかったんですよ。そうそうあんまり油がないようにでかいけどね。食べるところいっぱいあるけど、めくり味じゃないですよね。あれマージっすね。マージですね。マージっすね。マージですね。でも神戸で釣れたらもう今めくり味というような、もうあのめくり味すごいパワーワードなんで、うん、めくり味って言っちゃうとやっぱみんな、うん、なるほど、心躍りますやん。踊ります。のりまだいみたいなもんですよ。ああ共にうまい。そう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 、あいつってうまいものを食う。なるほどね。じゃあめくり味と今はタイ。タイ、そうですね。はい、でもあの皆さんよく勘違いするのが3月になったらこれ春で釣れるんじゃないか。全然3月あの春じゃないです、ね、海はあの真冬です。そうです。海がね、はい、海はだいたい2ヶ月遅れます。はい、春を希望されるんやったら、うん、5月ですね。5月ね、はい、一番寒いその3月の冷たい時もガシラ OK ですよね。ガシラは年中。ガシラが釣れへんようになったらもう入ようかなと思って。ああ
廃業といえば、ごめんなさいね、はい、ターポン釣りました。ターポン釣った。釣った。今年2匹釣りました。ええー。あれ美味しいらしいですね。なんか小骨多いけど、はい、瀬戸内ではヒラって呼ばれてるし。ああ、ヒラね、はい。なんか美味しい魚らしい。ターポン釣りました。釣りました。餌、ジギングっすね。ジギングで釣れたっすね。やっぱイワシのバケモンみたいな顔しました。ああ、もう見たことないこんなん。日本も2匹釣りました。僕じゃないですけどね。お客さんってか J リーガーが釣りました。あ、 J リーガーが釣りました。ジグはサッカーボールみたいなやつですか。いやいや、あのジグは普通のジグです、ね、普通のジグです。ジャッカルのジグです。あ、ジャッカルメタルです。ジャッカルのね、サッカーボール落ちてくるんですよ。模様ね。あ、模様ね、うん、模様はあのドット、ピンクドットみたいなやつ。あ、あのドットの秘密聞きましたよ僕。マジですか。なんでドットが釣れるか、はい、ドットってね、キュッてしゃぐるとあれ線になるらしいですね。確かにそうですよ。点々やから。あ、まあまあ確かに。それがグローやったら小さな魚がピャッと逃げたり。そういうことらしいです、私も聞いてうなずきました。確かに確かに、はい、ドット釣れるっすね。確かに。ドット釣れますね。大阪湾で帰ってきましたね。ターポン釣れるし、はい、アオハタ釣れるしね。アオハタ釣れる最近ね、はい、あと噂では GT 釣れた。まあ、GT? GT サイズが釣れたと。マジっすか。乗ってましたよ。メッキ味じゃなくて。メッキじゃない、 GT サイズが、はい、恐ろしいですよね。恐ろしいですね、はい、メッキも越冬できるところが増えてきた。ああ、まあ確かに、はい、ね、あの温泉水のとこね、はい、越冬言うたらブリがよく釣れますよね。今年あかん。あかん。結局去年の秋から、うん、はい、校内調子悪かったんで、青物サワラばっかり入ってきて、はい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 、だから今年はやっぱ入ってきたから、うん、入ってきて寒なって行くとこないから、うん、あったかいとこにおると思うんですけど、もともとの数が少ないから。なるほど。なん、まあ、1日1匹2匹釣れてるんだ。あ、それでも上がってんのも上がってる。でもそれ半日やってるとか。ああ、つらいな。ね、一時大阪湾でブリトップという ね、 うね、うん、キーワードできましたもんね。もう夢の世界ですよ。ね、うまいんですよ、脂乗って。あ、うまい。やっぱ多分ね、大して泳いでないから。ああ、ブク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 、グラバラスな、グラバラス、そっちそっちね、グラバラスな、はいはい。まあブリはね、釣れるということ自身奇跡でしたからね、大阪湾で。さあ、そのうち、はい、グル君釣れるんちゃいますか。グル君釣れるもんなら釣りたいですね。九州で釣れてますからね。あ、まあ確かに。赤人とかも今釣れてますもんね。そう、はい、赤旗が当たり前のように釣れるし。赤旗は、うん、まあ、だけど和歌山ぐらいでやるから。もしかしたら和歌山ね、そう、和歌山といえば、はい、あのちょうどさ、はい、中市から次つないでいただいて。あ、まあまあ、そうですね、和歌山でタイ釣りばかりしてる。そう、あの愛ちゃんね。愛ちゃんね、はい、はい。ジャッカルといえば、タイラバで言えばアイちゃんですね。そうそう、はい、FYF キックスといえばアイちゃん。まあ、FYF 言ったらもともと僕やったんですけど、キックスがついたんですね。ちょ、乗っ取られた感じがすごいあるんですよ。お姉のアングラーといえばアイちゃん。アイちゃんです、はい、田中愛プロをご紹介いただきました。はい、実はアイちゃんはカフェやってるんですよ。カフェね、はい、あそこで収録させてもらいまして、良かったですね、話がね。やっぱり乗り合い船の船長としての立場と、はい、フィードテスターの立場と両方教えてもらったのと、はい、やはりあの釣れない時どうしたらいいかね、はい、ああいうのってすごい役に立ちましたね。すげえ理論的なんで。おお、だからもうめちゃめちゃお姉にタイラバの話ずっと聞かされるっていう。おお、だからお姉にね、ちょっと面白いこと期待していったら、うん、あれ全然面白くない。めちゃめちゃ真面目なんで。そう、はい、真面目ですよね。めちゃめちゃ真面目です。いや、何やってんのあんたみたいな感じじゃないです。もうめちゃめちゃタイ釣りの話するんで。そうですね、ちゃんときちっと教えてくれましたよ。あの時僕も実は収録の時に、そう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 、あの現場に行ったんですよ、うん、なぜなら終わってからめっちゃうまいマグロ食いに行くから、うん、あのおいでやって言われて、うんうん、車で行ったらお酒飲めないって言ったら僕の論理で、そう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 、電車で行ったんですけど、うん、もうビビるほど遠くて。しかも駅からもうまあまあ遠くて、もう戦乱ですもんね。そうです、そうです。でタクシーも当然ないし、ないし、うん、歩いて行ったらテクシーです。テクシーで着いたら収録終わってたって。そう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 、そう、終わりに行きましたね。もうほんまにマグロ食いに行っただけでした、うん、そうでしたね。だから僕ちょっと心配だったんです。愛ちゃんだけだったらめっちゃ真面目な感じやから、すごい真面目になってまうんかなと思って、はいはいはい、僕行ったらちょっと面白い愛ちゃん引き出せると思ったんですけど、仲いいですよね。あ、めちゃくちゃ仲いいです。昔からね、2人で泊まったことあるんで。あ、それは置いときましょうか。危ない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 。何を言うやろみたいな。布団並べて2人で出たことない。まあそういう仲らしいです。はい、まあそこで止めときましょう。で、あとね、リールの話もしてください。はいはい、そうですね。ね、なんとカルコンの100作れましたね。はい、あれがちょうどいい言うてね。ドラグツルツルなんですよ。で、あそこよう釣らしませんよね。いやいやいや、一番釣らしてると思います。基本のエリアで。ね、FYF 通してどうですか。そうですね、FYF はやっぱ釣れるっす、釣れますね。僕、キックスがなんか超過の全体引き上げてる感じです。
やっぱ神戸はやっぱり明石行きますからね。そうなんですよ、やっぱ向こう遠いんで。そう、あと激戦区でね。そうです、日本で一番難しいとこちゃうかな。そうそう、キックスはやっぱり関空周辺ですか。関空っていうか、まあ、友ヶ島周辺です、和歌山。ああ、あの周辺紀伊水道もろですね。そうです、はい、あれね、水深ってどんなもんなんですか。やる水深ですか、はい、いやでも和歌山の方はそんな60メーターぐらいまでじゃないですか。あ、まあ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 、それでも深いですね。浅いところで釣ることもあるんですよね。2、30とかもありますね。あ、はい、結局はやっぱり同じ、やっぱりそこ釣るんでしょうね。基本はでもね、あの起伏は結構浮いてたりしてて、30回40回巻いてきたりするときは。30回40回巻くたら、あの愛ちゃんからご紹介いただいた次の方がね、はい、よう巻くんですよ。よう巻くたらおかしいんですけどね、はい、ヌッシーさんですね、はい、ご紹介いただきました。はいはい、ヌッシーさん、みんなね、ヌッシーさんと言います。ヌッシーさん、はい、実は主原剛さんですね、はい、当時はガマカツの商品開発に携わり、 F1 みたいな竿を作ってました、はいはいはい、ピンピンのね、タイラバロッド開発したり、ラバーや針に至るまで個人の経験を生かした素晴らしい商品の数々、また釣り方についても初心者の陥るパターンについて解説をいただきました。現在は株式会社ヌーテックの代表取締役で、次回おった時はちゃんと塩教えるね言うてね、はい、塩のことすごい詳しいんですよ、はいはいはい、釣り座のこととね、はい、平場釣り座めちゃめちゃ重要なんでね、やっぱりね、はい、あれってやっぱり乗り合いで、まあ、私分かんないですよ、いい船長でやっぱり全員安打で釣らすわけです。だからほんまは風に立てないんだけど、やっぱり前から入っていったら後ろ人釣れへんから、うん、そうですね、船長によっちゃもう逆に立ててくれたりする人も、あ、後ろ、ね、立てにくいけど後ろの人がちょっとでも釣れるようにやってくれると、船の頭に向いてこう魚がね、そうだ、こういう形ですね、潮の流れと風の向きによるんですけど、はい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 、三好と友で全然変わりますもんね。そうです、だからギャンブル性は高いですね。高いですね、どっちかもう下手こいたら最後やし、おー、上手こいたら先頭やしみたいな。なるほど、胴はどうなんですか。胴はだからどっち転んでもチャンスはある。あと船長から近いから、うん、はいはいはい、わりかし船長から直にアドバイスもらえる、うん、そうですね、メリット魚探こなしたりね、そうです、できますよね。で、前慣れた方とかやったらこうピュッと、あ、そうです、ちょっと、あの、あのね、あのな、ちょっとでもライン変えたら思う、はい、流れるとこね、そうです、前から来てどうせ自分の場合は5、6、7、8本通ってたそうですね、そうそう、それやったらちょっと筋ずらすだけでも腸が変わる、うん、なるほど、なるほど。で、ヌッシーさんも同じこと言ってました、はい、やっぱりちょっとライン変えるだけで違うよとかね、あの方もあれですよね、研究すごいですね。あ、そうですね、平場のネクタイをどう切るとか、はい、どう当たるとか、あと自身で YouTube されてましてね、どこ行ってもこうやって釣ったよーってね、掛け声がね、フィッシュじゃなくストライク、ストライク、ね、確か面白いですね、ストライクね、ストライク。でもあの方合わせてますよ、あー来た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 って、でもストライク来た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 、でもこれでもかかってるんで多分ね、はい、その後はパフォーマンス、あーなるほど、僕の中ではめっちゃよう出てますね。あ、いや釣りしてますね、確かに、ね、僕も SNS いつも見てるんですけど、あーよう釣りしてますよあの人、いやすごいと思いますね。ヌッシーさんね、お酒好きですね。もう飲んだ、あ、でもね、あ、あるわ、飲んだこと。そうでしょ、あの平場の好きなアングラーが、コロナ前ですけどね、集う会みたいな感じで、なるほど、毎週月曜日かなんかに、はい、行ったら必ず平場アングラーがそこで飲んでる。飲んでる、行ったら誰かおるから。そうなんですね、はい、そこで何度か一緒に飲む言うたらね、ヌッシーさんの紹介、はい、これまた偉いとこに行っちゃいましたね、はい、大御所さん紹介いただきましたね、はい、皆さんご承知の、はい、佐々木ひろみさんです、ね、大先生です、存じております、はい、平場の大先生でね、はい、いろんなメーカー の, あのアドバイザーされながらね、今はあのご自身の方でササロボというね、はい、平場のメーカーをされておりまして、いろんなことされてます、あの方で、スタジオにお越しいただきました、はい、私リクエストしたんですよ、はい、昔のね、はい、うん、なんとなんと、はい、最初始まったのは、まあ、平場インチク、インチク大好きなんですよ、インチク、 あんまり僕インチク、インチク一番強いんですよ、平場からやっぱりスタートしたんで、なるほど、私今ない平場信じてないですよ、あ、うん、で平場やる時のできたらもっさーっとつけたいぐらい、ね、いやめっちゃつけ、だからボリュームアップで、シャガさんそれ、うん、明石やからそれあかんやろって思ったら来たー言ってるから、うん、釣れんねやろ、釣れますね、あれね、そう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 、たまたま釣れてるだけやで、ね、インチクっていうのは僕平場プラスジグプラス、はい、タコベという、ね、はい、なんかこういいとこがあるのと、で実はね、
佐々木先生にいろんな教わったんですよ、教わったんですよ、はいはい、結構カットあったんですよ。あ、はい、で実際その巻き方は本当にあるんですけど、はい、ピーが入るような巻き方とかね。あ、はい、巻き方、巻き方いろいろあるんですよ、はいはいはい、巻きとかでこう巻くわけですよ、はい、するとこれあかんやろとそこダメなんですか。どうなんでしょうね。ダメですか。もうダメって判断してから切ったんでしょうけどね。話がね、縄文時代まで行ったんですよ。縄文時代、いや、私もびっくりしました。そう、針の話でね、はい、縄文時代にももうすでに困難があったとかね、はい、で佐々木先生もやっぱりすっごいいろいろ調べられて、その理論に基づいたものを作ってますんで、やっぱいいもん出てきますね。最近作られたあのコブラ、コブラ、コブラカーディンですからね、はい、あれがまたすごい波動。 あの波動と私も知らんかったんですけど、はい、波動についてくるんですよね、大抵。あ、でも そうですね、追尾してくると思います。はい、その波動が緩いとかきついとかで、やっぱちゃうわってなるんかもしれないですね。だからその日の体の体調ですかね。体の体調でね、はい、体調によってちゃうんですか、はいはい、体調やと思う。体調ですよね、はい、よかった。体の体調によってその波動をね、昭和しか分からへん、みんな分かってくれると思います、はい、体調によってどの波動がいいか、はい、調子によってね。え、うん、あ、明石の場合はね、はい、血をきついですよ、はい、やっぱり波動でかい方がいいんですか。そうとも言えない。波動がでかいと今度底取りはとか巻いた時の感じがね、うんうん、やっぱ波動に引っ張られるんで、落ちていく時も当然波動しながら落ちていくから、うんうんうん、そこも取りにくくなるんで。なるほど。いや、だからもう一概本来明石は、はい、もうピランみたいなピランみたいなシングルカーリーみたいなのが釣れるんですよ。なるほど。とされてるんですよ。なるほど。シャガーさんみたいにボッサーね、インチクよりもボサボサなってたから、その普通釣れへんすスカーというものをいっぱい剥がしましたからね。うわーなってたんで、ラバージグにネクタイを 2,3 本入れてね、はい、あれ釣れますね。見たことないと思うんですよ、アガシのタイも。ええー、って急に派手な姉ちゃん来たみたいな。だからパン来たんでしょうね、あれ。いいタイ釣れましたね、あの時はね。あと、あの佐々木先生とこのワームですよ、はい、あのワームすごいみたいですよ。あ、マジですか。でっかいのばっかりです、日本海でも。へえー、いや、あれみんながこうつけて写真撮ってますから、ね、ああ、マジですか。だから五島人だけやったらまあそうなんだろうけど、まあ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 、みんなに渡してみんながそれででかいの釣ることは、はい、釣れるってすごいことですよね。いや、驚きましたね。いやいや、まあ、ちょっと 今びっくりしましたね、はい、あの実はちょうどお話してる五島人さんが今、はい、スタジオに来てくれました。コンコンコンの後に、はい、五島人さん登場なんです。びっくりしました。びっくりした。どうもどうも先生、あけましておめでとうございます。どうもどうも、本日もよろしくお願いします。もう先生もちょっと一緒に入ってくださいよ。お願いします。はい、ということで佐々木先生にも入っていただきました。よろしくお願いします。どうもどうも。今ちょうどね、はい、ちょうど先生の会やったんですよ。ちょっと先生だって恥ずかしいんだよ。いや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 。あのね、ちょうど今ワームの話なんですよ。はい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 、はい、ワーム、あのワームみんなすごい釣るんですよね。あれはね、なぜか知らないけど、うん、でかいタイが釣れるんですよね。大台が。それでね、こう、はい、全く普通のタイラバと同じように巻いて、はいはい、ガツ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 ってきても、まあ、ちょっと送り込む、うんうん、あれだけのこう長さが、うんうん、ね、ボリュームがあるんで、うん、食い込ませてギューンと乗ってから、うん、まあ、合わせるなり普通に巻いてもらったらいいんですけど、うんうん、サイズがいいんですよね。それで僕ね、はい、あのネクタイだったら普通オレンジ色とか、はい、赤とか、まあ、定番カラーですよね、はい、そういう黒のね、あの、しましま入ったやつとかね、はい、そういう。でね、バスのワームってオレンジとか赤とかないじゃないですか、はい、あんまないっすね。でそれちょっとサンプルで作ったら、はい、ものすごい成績いいんです、はい、でまだね、あの、はい、ちょっとテストね、ちょっと、はい、あのちょっと作って今様子見てるんですけど、はい、これがいいようであればね、はい、あの正式にドンと行こうと思ってまして、はい、今ちょうどそのね、見極めてるところで。なるほど。ただ皆さん使っていただいた中では、うん、上々の上々でございます。で、ね、あのネクタイでもない、はい、でちょっとなんかパターンが違うという時に、うん、第三の武器としてね、はい、ワームも何本かタックルケースに飛ばしておいていただく、すると言いたいやつ、ね、簡単にね、セットできますんで、ぜひ。まあ、あれどうですか、ちょんがけみたいな感じでじゃなくてね、ワームがけネジがあるんですね。でこうワームにこうはめ込んでくる、そのネジの上のところにあの平打ちリングと針がついてる、うん、で針はね、アシスト長、まあ、ちょっと長めの4センチぐらい、はい、で2本針3本針ありましたけど、うん、トラブルがないのが、うん、あのかかっちゃうんですね、うん、ワームにね。だから1本針で全然問題ないです。素晴らしいです。1本 であのお試しいただきたい。眠りのあれです、ね、僕は眠りのね、バーブレスですね。そうですね。
一番いいを釣れますよね。てか一番いいをかかりますよね。スーッと入ってくるんですよね。あの鮎割りね、鮎、の角割りでスーッと入ってって、でも懐まで入っちゃえば、そっても取りませんからね。外す時も、スッと取れる。そうですね。楽ですね。どうそうですね。で、タモアも絡んでもね、スッと取れる。下のピーラインと絡んでも、スッと抜けるんで、あんまりダメージが大事です。返しがあったらね、0.8 だったらもうダメですね。ああ、ダメですね。まああの返しの部分でね、痛くなっちゃいますよね。やっぱりこの釣り好きっていうのはやっぱりそういうとこも全部考えながらね。はい。万が一こう自分の手にね、鉛がポロッと落ちて、ブスッといった時ね、まあスッと抜けますよね。簡単に取れますね。だからちょっとややこしい。痛いですよね。今もみんなね、何十匹も持って帰らないじゃないですか。いいのをひとりず 2,3 枚持って帰って、あとリリースしようと思うと返しがね、あのない方がタイの顔をあちこち痛めない。だからその持続可能な体重を。一本針やったらそうですよね。口以外かかることないですから。だからそれが大事じゃないかなって、それは僕の考え方がね、押し付けるものではないですけども、そんなことを考えて、バリのバーブレスを僕は愛用しています。あ、素晴らしいと思います。次ね、実は先生からご紹介いただいた方が、まあ魚に優しい方なんです。あの、静岡にお住まいになってね、看護師さんされてるんですね。そうですね。はい。新保明弘プロです。ご紹介いただいていいですか。はい、島田のインストラクターをずっと一緒にやってきてまして、何しろね、もう釣りに関して、真面目に真摯に取り組んでる、性格も真面目ですし、人にも優しい、もちろん魚にも優しい。でも30オーバーのメバルを釣るのってね、もうあちこちもう調べまくって、もうそんな熱心な、ね、人がなかなかいらっしゃらないんで、このシリーズでは僕ぜひということでご紹介をさせていただきました。ロケ行ってましたもんね。伊豆半島にロケ行ったんですよ。で、シャクメバル釣ろうよから、そうですか言いながら、一晩中やらはるんですね。しかもね、取る方大変やん。そうそうそう、しかもね、ゴロ大使をね、ポッポポッポ歩いていくんですよ。取る方大変やろ。でね、最終ね、30センチ角の石の上にピョッと立ってね、永遠に投げてるんですよ。まあすごい方です。あとね、ずっと喋ってます。いや、僕ね、ワンチャンついていこう思ったんですけど、いかんでよかったっす。あー、いかんで、いやいやいや、とんでもないよ。いや、実はね、それからも何度かいいご一緒させてもらいましたね。メッキロケやったり、いろいろやったんですけど、とにかく魚好きですね。魚釣りが好きですね。すごい熱心ですね。熱心ですね。熱心な、釣りに真面目なナイスガイです。やっぱり広めたいね、こういう楽しいことをどんどん広めたいと言いながら、うなぎのええの釣るんですよ。うなぎいいですよ。何せね、教えるの好きです。丁寧ですね。丁寧ですね、教え方もね。とにかくこんな釣り好きな人おるんやっていうぐらい魚釣りが好きな方でしたね。でも釣りで久しぶりにワード聞きました。今なんて言うんですか。今なんて言うんですか。フィッシング。あ、フィッシングね。魚釣りで。はい。で、実は看護師さんされてて、勤務明け焼き焼けはいに行くらしいです。いや、だいぶあれっすね、すごいっす。2連発の時でも行くらしいです。2連勤明け。はい。危ないよね。だいぶ危ない人です。危ないよ。それをね、伊豆半島をね、ちょっと暴走気味でジャーンと走って。暴走気味に焼き焼け、あかんでしょ、それ。で、真っ暗なところの石のゴロロパッ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 とこうね、全然追いつかないです。危険、すべてが危険ですよ。仙人みたいですよ、岩場行くとき。で、こんなんして、ちょ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 ぱいって魚釣ります。魚に愛されてるんでしょうね。やっぱり人にも優しいし、魚にも優しいし、物にも優しいですね。で、食べるのも大好きですし、お酒もお好きで、美味しそうにね、尊敬できるアングラーでしたね。で、その新保先生自身も、いろんな開発に携わりながら、今回スピンジグですか、スピンブレードみたいなね、あれまたよう釣れるんですよ。ブレード系で今入ってますけどね、触らない、やりましたね、やりましたね、やりましたね。はい、一箇所ね、連れて行ってもらったところが、こう綺麗にこうドロップかけおじですね、かけ下がりなんですよ。なんで魚釣りでドロップオフが出てくるんですか。混じるんだ。これ今ハイブリッドというね。で、そこにこうちょんとだってね、うまいことこうそこと言いながらね、今日厳しいよねって、私横でやってね、エソしか釣れへんかったんでね、厳しいやろなー、また硬い、必ずチョーカーあげるんですよ。ちゃんと旗釣ってました。やっぱりちゃんとチョーカー出す、成績出すなんで、テレビでもこう教える方に回るんでしょうね。アジ、メバルにとどまらず、旗も大好きですし、シイラもやる言ってましたね。いろんなことをなさるみたいで、でそのね、新保先生から、次どこに行くんだろうと
思いましたら、初の女性、いや、初の2回目、僕の後、そうですね、あの、愛ちゃんがいらっしゃったりね、あの、2人目の、コンビニ入るときは、うん、どうぞ、レディーファースト。なるほど、それ先輩からでしょ。先輩やし、レディーだから。それがなんと、女性につながりまして、ナオチン。はい、これ、あの、井上直美さんね、あの方、すごいんですよ。釣り情報誌さんの沖釣り意識調査、あなたが決めるベスト釣りガール2023、2位に2倍の差をつけて見事、おそらく3年連続1位か3回目の1位です。殿堂入りですよね。実は行ちゃんファミリーを語っていただきまして、はい、去年だけで石垣で2回やってるんです。ロケしましたね。で、大阪湾でタコロケもしたんですよ、はい、彼女も持ってますね。持ってるいうか、はい、ラスト何トンって言って、って言った後絶対釣るんですよ、うん、タコもそうやったんですよ。もうタコ時間ないからもうあかんよーって、ラストはもう5分って言ったら、言うんだから、ポコってちゃんとね、石垣でもそうやったんですよ。持ってるね。ね、はい。で、そのまんまそのタコ持って、先生ご紹介いただいたあのフラットマウンテンいうとこね、はい、行きまして、そこでタコをさばいてもらって、食べるという、うん、そこまでの企画だったんです。はい。で、彼女自身すごく小さいんですけど、うん、マイロットを今回、テールウォークから作りまして、ピンクのサブね、うん。あれをね、バンバン踏みますんですね。で、何が得意かというとシーバスなんですよ。はい、ボートシーバスがすごい得意で、コーノサイズ結構手持ちしてるんですね。で、ボディ小さいから魚デコ見えるんかいったら、いや実寸すごいですよ、かと思ったらイカ釣り大好き、はい、ほとんど船に乗ってるプラスサーキットのナレーション会なんですね。あ、MC みたいなやつ、ね、はい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 、あ、すごいですね。と思ったし、あの先生方もそうですけど、今正直言って女性の方がうまいですね。女性うまいですね。確かに確かに、あの諦めないですね。なんか釣りガールじゃなくなってるんですけど、うんうんうん、アングラーですよね。だから、うん、なんかビジネス釣りガールが消えましたよね。そうそう、釣りしてるアングラーですよ、はい、だから折れないですね、あの心が、まあ、僕が折れすぎですね、すぐ折れる。私もめっちゃくちゃ早いですよ。あれ、まあ、2人で行ったら帰るにめっちゃ早いですもんね。早いですね。4時間チャーターでも1時間ぐらいしたらもう閉まっていくんです。なんかもうすぐフグ屋予約しようとしましたもんね。そう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 。これ船越もすごい釣るんですよ。ガンガン釣って釣りまくって、あとご飯行くでしょ、はい、きれいにちゃんと着替えてきて、素晴らしいです。あれは毎回ちゃんと着替えてきてたくさん召し上がります。あ、で次の朝も元気に一番乗りでおります。お酒もあるんですか。あ、普通に飲みますね、はい。実はフィッシングショー、大阪フィッシングショー後に一緒にあの、はい、マス行きます。あ、そこでバーベキューします、うんうん、肉焼こうと思ってます、はい、で次の日はあの中地さんに乗ります、ねね、はい、あ、来られるんですよね。そうなんですよ。楽しみ楽しみ。僕実はお会いしたことないんで。あ、はい、先生会えてないですか。いつ、5、6ぐらいです。5、6ぐらい、そんな、はい、そう、フィッシングショーの後々、2件、うん、いや、今日お伝えしようって。そんな急に決まるんですか、これ。決まるんです。空いてたらぜひ参加させてもらいます。そうですね。結構忙しいですよね。めっちゃ忙しいです。いやでも先生はこういう時、開くんですよ。不思議とね。楽しいです。開けちゃいましょう。うん、で、船乗って、平場みんなで巻いて、ね、楽しいですよね。できたら、まあ、そうしたいなと。あ、いいですね。はい。で、そのね、ナオチン、かわいい子です。はい、が、紹介してくれた方がね、真逆なんですよ。私もね、もう大ファンやったんですけどね、はい、もう昔の時代からね、なんとボロンロットを作って、うんうん、それでだん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 こうね、キャスティングをして GT イソンボよく釣られた恐竜みたいな方です、はい、ゴーいう方ですね。はい、チャーマスこと北村秀之プロです。びっくりしました。そこへ行くかと。ちょっとそれはね、はい、意外なつながりですね。そうなんです、ね、想像つかない。はい、で、実はお話しすると、じゃあうちのアトリエに来いよみたいなね、アトリエと東京まで行きました。でね、何がびっくりしたってね、学者さんです。あ、はい、研究してはりますよね、はい、塩とね、もう塩の関係とかね、そう、魚、塩、海、地質学、うん、で魚が水を飲む理由とか、うん、もうその海の形状、すごい方ですね。で、竿の数はもちろんですけども、ザウルス時代のジグがもうゴロゴロ転がってまして、もうお宝ランドで、半分はもう全部図鑑と、なんていうんですか、辞典ですか、はい、ああいうので埋まってましたね。へ、僕実は、はい、これみんな知らないんですけど、はい、もともとめっちゃ昔、うん、ザウルスの手伝いなんです。え、それは初めて聞いたわ。そう、そうなんですよ、むっちゃ昔。へ、
で、その時にザウルスのカタログでチャーマスさんずっと見てたから、ね、お会いしたいなとずっと思ったんです。LINE とか使ったの。で、当時ボロン入ったバスロット使ってました。なるほどね、ボロンね。そう、うん、ボロンが出始めたぐらいで、うん、その感度がいいから、うん、まあ重たいけど、ね、感度がいいから、はいはいはい、そのまあ、全部ボロンじゃないですけど、うん、まあ、あのバット部分にボロン使ったりとかしたらロットをつける、うんうん、あ、それでバス釣りを、そうそう、バス釣りしました。何しろチャーマスさんはまだジニングなんていう言葉が出る前からね、うん、ロングロット、そうですね、9フィートぐらいの、あるいは6フィートぐらいの竿をね、うん、ナイロンラインがね、伸びるんですよ。ロングロットでビューンとしゃくって、うん、それで取る、うん、で、佐藤のりひろさんとかね、うん、僕らがこっちの方で当時出始めた P ラインを使って、はい、ショートロットでちょっとのカチョンコから取る。で、ね、チャーマスさんは最初それをね、うん、そんなのは釣りじゃねえか、うん、なかなか認めてもらえなくてね、うんうんうん、でまあ、僕も新宿のソッカイっていうお店にね、うん、ソッカイね、東京にいたら遅い時間に寄って、うん、あそこ で今日この魚が入ってからよとか言って、ね、そうどこから来たんだよとか言って、うん、ね、ちょっとつまみながら、よう行きました。そこ、この間の JIG の時もね、うん、チャーマスさん僕のブース来てくれて、うんうん、しばらくタイの話して、うん、でタイには金の針がいいんだ、金針にしろとかね、うん、あの、はいはいはい、もう今はね、ほぼタイです。チャーマさん、タイ大好きなんですよ。おい、タイ行くぞ言うてね、どこ行ったら山形やから遠いなぁ思ったら上越なんですけどね。あの辺はね、でかいタイいるんですよ。ね、なぁ、見たいですね。あの日本記録は確かあの辺でしょ、うん、あ、そうなんです。へぇ、JJFA の記録はあの辺で作ってますね。メーター越えも上がってるんだけど、申請されてないんですよね、ちゃんとね、で、あの、体重でやろうって言ってね、はい、ね、体重でやってましたね。一生懸命しゃくりながら、あの、で釣りながら釣れんかったんですよ、なかなか、ね、で釣れん、これが面白いんじゃ言いながらね、あの帝王学を語っていただきました。いや、ほんとね、あの味があって、中身が深くて、で、あの理論に基づくことばっかりおっしゃるから、うなずいてばっかりやから首となってきますね。まあまあ、軽いぐちゅうちになってますよ、ね、軽いぐちゅうちになってます。何しろ喋りしか止まんないでしょ。ああ、うん、うん、ね、うん、そうです。でもぼちぼち言うたら、もう帰んのかみたいな顔するから、先生もう帰りますよって言いながら、もうね、あのレガシーでね、うん、もうほんと、もうえらい距離走るんですよ、はいはい、走る運転してね、うん、スバルのレガシー、そう、あ、あんなね、一人でこれだけの距離走ったんですか言ってね、うん、じゃあちょっと向こう行ってこう回ってこうやってこう来たんだよ、うん、とか言って、いまだにご自身で運転して東京から、はい、東北でもどこでも、あ、行って一番に港にいてます。へぇ、はい、食事会、反省会も一番について、はい、で食事終わった後も、じゃあっつったら次の日があるからって本当に帰らないんです、2次会なしです。で次の日朝行くと、一番に船着き場でバタ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 してます。バタバタしてるんです、はい、バタ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 しながら自分の荷物を積んで、はい、人の荷物を受け取る側に入るんですよ。すごいな。で、あの船っぺりにね、スコッと立つんですね、はいはい、先生お年はって聞こえないますけどね、でも本当それぐらいの素晴らしいお方で、うん、で、あのそのチャーマスさんから次どこ行くんかな思ったんですよ。大海原でって言ったら、じゃあ次は釣りガールだなと、うん、ほうと思って、うん、元祖釣りガールを紹介するよと、